ビンス・ボーンはアメリカ合衆国のコメディアン、俳優、ベンス・スティラーの作品によく出演している。ミネソタ州ミネアポリス出身。父親のバーノン・ボーンはドイツ人、アイルランド人、イタリア人、レバノン人の血を引くセールスマン。母親のシャロン・ボーンはカナダ出身の不動産仲介人及び株ブローカー。二人の姉がいる。1991年に両親は離婚し、 義理の一州で育つ。高校時代に CM に出演したことがきっかけで、卒業後ハリウッドに移り、俳優を志した。1996年公開のインディペンデント映画、スウィンガーズで注目を集め、翌年公開のロストワールド、ジュラシック・パークに出演。2000年以降は、ドッジボールや、ウェディング・クラッシャーズ、ハニーエス・ VS、 ダーリン2年目の駆け引きなどのコメディ映画に出演し、ヒット作を量産。2008年に、ホーブス氏による、コストパフォーマンスの良い俳優の1位に選ばれた。2005年から、ハニー VS、ダーリン2年目の駆け引きで共演したジェニファー・アニストンと交際していたが、2006年に破局。2009年に、カナダ人の不動産エージェントのカイラ・ウェーバーと、婚約。 2010年1月2日にシカゴで結婚。2010年12月には娘が生まれた。シカゴカブスのファン、ありがとうございます。